こんにちは。今日はですね、この靴を捨てる前に紹介したいと思います。これね、すごい陽介ので買った昔買ったなんていうんですかね、ショートブーツなんですけど、これね、こういう感じ、すごい分厚いんですね。私がよく履いてたラバーソールより分厚いんですね、ここは。何センチあるかな。ラバーソールは、前が5、後ろが 6.5 あったんでね。もっと8センチとか、10センチあるのかな、これ。ここだけで7くらいはありますね。これがですね、これをね、ラバーソールが、なんか、カパカパしちゃうんですよ、かかとが。だから、これ履いてこうと思って、履いたらぴったりだったんでね、ちょっと大きいかなぐらい、靴下薄かったから。そう、レッカさんのね、ライブ行くときね、スネーさんの、履いてったんですよ、最初。そしたら、駐車場着いたときに自分とこのね、時に、あれあれなんだっけな、あれ財布忘れたことに気づいてね、一回戻ったんですよ、家に。で、戻ってる途中でこれがね、こう反対側、こっちね、これなんかお父さんの靴こっちなんですけど、この右足がね、帰ってる途中でね、取れちゃったんですよ、こうやって。こうやって乗っちゃって、こうやって、ほら、外すとこんなん、ちょっと、ダサい感じになっちゃうんですけど。これがついててこんなかっこよくなるんだなっていうね。これゴムだから思いたいんですよ、ちゃんと。最近のはよくね、プラスチックみたいな底とかで、滑りやすくなってるんですけど、これはちゃんとしたゴムなんですよね。ちゃんとアベールとかでもなんかこんな感じの靴売ってたりするんだけど、後ろがゴムかどうかっていうのはちゃんと確認して買いますね。最近靴とか全然買ってないんですけどね、買いためたやつを履いてるんですけど、これはちゃんとしたゴムなんですよ。重たいんです、だからすごく、重たい。陽介って履いてますかね。何サイズかな、これLL ですね。25くらいまで入る。あー、ちょっと今動画録音が中断で、ちょっとあっち行ってください。あー、ちょっとそれやめてそれはちょっとそうなんです。これね、すごいでしょ、これ。なんかここにね、釘入ってるわけ。釘が怖いですね。それがもう斜めになっちゃってて、そうなんですよ。これこんな状態になってね、ライブ行く前に、だから履き替えなきゃと思って、それでラバーソール履こうかなって思って、ダメでね、やっぱり。でもしかもなんか、それを取った後にもう急いで行くから、その辺に置いちゃったんですよね、片足。そしたらもうなんかね、片足は上に上げたのか分かんないけどね、この取れた方かな、もうこんななってて、もう皮もすぐ剥げちゃってて、合皮なんでね、すごいボロボロになっちゃってね、これ底つけても履けないなってなっちゃったんですよ。多分お兄ちゃんの荷物とか移動したりしてる間に踏んだり蹴ったりされたんだろうなと思って、もうせっかく多分1万超えて買いましたけどね、昔。もう履けない、捨てるしかないですね。こっちもなんか上にね、この靴箱、これこういう風になってるんですけど、ここに置いててもなんか荷物がここまで来るんでね、廊下いっぱいで、
なんかかかととか傷ついちゃう、傷つかれちゃうんですよね、こうやって。だからあんまり大事な靴置いておけないんですけど、すぐさっと置きたいスニーカーとかだけ置いてたりするけど、よく出かけるときはね、腰ぶつけた。このね、茶色い、これあります。黒い方、よく履いてたんですけど、これはまだ茶色いから履いてないんですね。なかなか服に合わないっていうかな、黒い服ばっかり着てるから、いつも。この黒いやつをね、履いてるんですよね、私。いつも。こう足長おじさんのやつ。これもちゃんとゴムになってますね。こういう感じ。ほこりかぶっちゃってるけど。足長おじさんである、ちゃんと。ここか？そうそうそう。で、これをずっと履いてたんですよ。本当に履き心地よくて。ソールもね、ちょうどいい高さなんですよね、これ。ラバーソールよりはちょっと低い、若干低い感じだけど、すごくちょうどいいんですね、これ。なんだけど、黒いのがね、もうなんか、黒いのがここのかかとがやっぱり、ここと、アッパーと外れちゃって、履けなくなっちゃったんでね、ちょっと修理出すまでは履けなくて。だからね、何履いてったのかな、あの時。あ、そう。そのね、チャチャのライブ行く時ね、これを履いてったんです、これを。これこれ。これ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 。これ履いてったわけ。すごい、これ、ちょっとな女性らしい感じの靴ね。すごい。こんな感じ。こうか。こうすればいいか。こういう感じで。これもね、これも洋介のやつなのかな。多分、洋介ですね。洋介。ぴったりだったんですね、これ履いてみたら。多分、初めてか2回目か、ちゃんと履きましたね、これ、買ってから。まあ、こういう、滑るのかな、これは。まあ、こういう底ですね。で、木の、これは、ここは木のヒールになってる。で、こっち、こういう風に、内側に、ブーツ、ショートブーツみたいのはね、ジッパーがある方が絶対履きやすいんですよ。だからジッパーついてるやつを必ず買うんですけど、大体。これを履いていきました。ライブには間に合わなかったんですけど、お台場にね、行きました。ゼップダイバーシティ久しぶりに行きましたね。お兄ちゃんの森高千里のライブに、千里さんのライブに付き合った、以降ですね。その前はアゲハたちとかね、シュリとかが最後でしたかね。お台場行ったのは。そう、5月ね。2014年の5月ね。シュリのは2013年の5月とかでしたかね。離婚が成立したぐらいの時。汚いですね。この箱はカズくんのね、テニスシューズの、テニスシューズを普段用に履いてたんですけど、それのね、箱ですね。これね、ヨネックスの超気に入ってたんですけどね、またこんなになっても履いてるわけ。中学生の時買ったんですけど、すごいんですよ、これ。やっぱね、子供なんでね、サッカーしたりとかして汚れちゃうんでね、やっぱこういうメッシュ素材だとね、汚れちゃうんですよ、結局。だから黒も持ってるんだけど、黒はまあ目立ちづらいですね、汚れが。だからやっぱりアッパーはこういう革の方がね、厚いけど、蒸れるけど、まあこうやって普通気候みたいなのあるんで、雨の日とかも履けるから、やっぱアッパーはこういう方がね、助かります。靴はね。スニーカーは、
まあ、なんか、うん、普通にメッシュのも全然いいと思うんですけど、うん、お手入れできる人は、私はできないんでね、うん、やれよって話なんですけどね。じゃあこういう感じ買っちゃうんですね、革のね、うん、あのソールは、それっていうか後ろのあれは黒い方がいいですね。ここは白くてもできれば黒い方がいいけど、まあなんかコントラストがあるんでしょうね、これ白と黒の、うん、これです。でこれはナイキですけど、ナイキですけどね。ね。ゲちゃん。こっちはバンズと。バンズね。これディズニーランド行った靴ですね。なんか姉さんの義理のお兄さんかなんかは、携わってる方、アーティストなのかな。絵というかね。これバンズね。これ私の。あのリラックマンのにサンダルです。お家の中で履いてるの、なんか外用のやつ、お家の中で履いてるんですね。これはいつも履いてるやつ、あのいつもはね、あのなんていうんですか、これが好きなんですけど、サイズがね、なんか新宿行って足腫れてからね、蚊に刺されてからね、サイズ合わなくなっちゃってね、これ大好きなんですよ、この靴、プーマのコートなんちゃらっていうやつ。これ履いて好きだ。これ履いてね、よくね、お父さんのお見舞い行ったりとかしましたね。あれ、ゴールド歌いながら。ね、いつが起きるかもしれない悲劇を捕まえて言う。おっとっと来やがれっていうね、踊りながらよく履いてましたね。で、最近これ履いてるわけ。これなんかね、まあ、すく汚いんですけど、白な、洗えないのに白買うなよって感じ、ね。これ、火加減な、じゃないと見えない、これ。このマーク何なのかな、名前がわかんないのかな、ね、ここはなんか別に、この、こういう、あの、刺繍とかなくていいと思うんだけどね。なんかあんまりそういう、ゴージャスな感じ好きじゃないっていうか、アディダスのこういう感じの形はありますよね。ああいう感じが好きなんだけど、アディダスのはなぜか合わないんですね、私の靴には。靴って足には。そう。あと、ナイキにもこういうなんか、こう飾りついたスニーカーあるじゃないですか。あれすごいかっこいいなと思ってて、可愛くて。あれいい、あのスニーカーはいいんだけど、ナイキなかなか私の足に合わない。私幅広いんですね。これも25とかなのかな、多分。4.5 が合わなくて、26ですね、これ。5でもなんか大きかったのか、ちっちゃかったのかな。大きめを買って、まあ、むくんだりするんでね。やっぱり革ですね。雨の日も履きたい。雨の日むしろ洗えるからいいかなって思ってる。そうそうそう。で履いてった。でこれね、冬ね、あの いつだかね島村で買ったブーツ、これね、あの底まあ低いんですけど、ちょっとあのね、ジョージコックスのあれに似てるなと思って、シャークソールの7で、あのミカちゃんが履いてた。で なんかね中にね、このこういうの入れてるんですよ、これ、ね、こういうちょっと底上げするやつ、ちょっと足細効果を狙えるというね。まあなんかそう、それなんて言うんですか、中敷きでありながらちょっと底上げしてくれるのいいですよね。こう、生地がね、こういう風にちょっとヌバックっていうかな、なんていうのこれ。フリース素材みたいな。あったかいんですね。すごい。これ足、これぴったりなんですよね。多分ね、3L とか、そんな、4L だな、これ。島村の 4L ですね。まあ、中敷き入れてるから、大きめ。LL では絶対入んなかったんでしょうね。このブーツすっごい気に入ってるんですけど、やっぱり荷物に押されちゃってね、こう、上に、ああいう風に置いてたら、荷物が、多分端っこ、箱の端っことかぶつかって、こんなになっちゃったんですよ。気に入ってたのに。
まあ、私そここうやってなっちゃうんです。なぜかなぜか左足は左側が、右足は右側がこうすり減る歩き方しちゃうみたい。なんか暑いし声が疲れてきた。もう暑いのにこんな服着てるな。ね、これ私の指輪。ちょっとねここがね外れちゃって、この最初の1個目のなこの柄ついてるところがね、指輪みたいなと繋いでるあのこれあれがね、針がねなくなっちゃったんですよ1本。お腹鳴ってるけどお腹空いてません。そうだから、取れちゃうんですよ。カパカパ。もともと大きいからこうやってストッパーしてるんですけど、取れちゃうんですね。ちゃんと綺麗に3つにならない。本当はこの針金ついてたらね、ここ2番目と1番目の、あれです。ナックルになるんですよね。ナックルリングに。でパンチとかできる。なんかあったらね。ご信用でもあるんですけど。本当はなんかもう一個のタイプ、7がつけてるの欲しいなって、それもあるんですけど、それは多分お兄ちゃんのサイズで、これお兄ちゃんにもらった、なんか指輪なんで、変な意味じゃなくて。うん、でかいんですよ、もともと。多分お兄ちゃんつけようとして買ったのかわかんないんだけど。うん。12号ぐらいあるんじゃないかな。うん。で、もっと、そのもう一つのタイプはもっと大きい、多分13号ぐらい。そのなんていう長いなんかひづめみたいな、あれ名前忘れちゃったけど、あれだからもっと大きいから全然カパカパだから、ね、これをはめてたんですね。ずっと何年もつけてますね。これはなんか昨日見つけた島村で買ったやつ、うん、いつも違うのはめてるんですけど、違うのはめてなんかね、カビなのかなんなのか、こうちょっと緑っぽい色がついちゃってる。左はこれそう、その右手の人差し指につけてたの、こっちにちょっと今とりあえずつけてる。これは真ん中のは沖縄のおばあちゃんがお母さんにくれたやつ、つけないから私がつけてるやつ。なんかちょっとカルティエみたいなデザインなんですよね。これ麦わら帽子って呼んでますね。こうやってやると麦わら帽子になる。2個ね、2個つけてるんですけど、ちょっとこれがなんかね、リーパーの月みたいになってて、三日月がくっついたみたいな。外すとなるわけ。でもなんか、これ金だったんだけどね、ストーンマーケットで買ったんですよ、なんか。韓国から輸入したみたいな500円ぐらいのやつ。もう剥げちゃってね、これ。シルバーになりつつあるんです。なんかホワイトシルバーみたいな。ね。これ会議所、ね。麦わら帽子みたいでしょ。これはクニクニした波のデザインの、指輪なんです。私の、手相。生命線短いんですね。ここで終わってんですね。ここでなんかね、ここにね、スタンドでなんかね、ラジエーターの機械を落とした時かな、それともバイクで転んだ時かわかんないんだけど、ここに石が埋まってね、取れたと思うんだけど、これなんか、ここになんかストップされてる、入ってるのなんかここに。まあいいや。そんなわけでね、これ気に入ってん、そう、ジョージコックスの原宿に直接置いてるお店にね、行ってね、履いてみたんですけどね、合わなかったんですね。ほんと、お金貯めて、本革の革ジャンか、それ買いたいって思ってた時ね、あっぱで足、私幼児体型で足太いっていうか短いし、太いんで、ミカちゃんみたいに綺麗に決まらないんですね。だからこういう、めちゃめちゃここが低いゲッタグリップのショートブーツ欲しかったんだけど、それもなんか買い損ねて、でもやっぱりこういう風にね、
このぐらいとは言わないんですけど、ソールがないとせめて6センチ、6.5 ぐらい、これは何センチかな、まあ、足のおじさんぐらいのソールがないとね、私は合わないんですね。多分足短いから、身長低いんでね、156ぐらいしかないんで、 6.5、 157ぐらいかな、そうそう、そんな話を、ご飯作んなきゃいけないんだ。そうそう。で、今はひとみさんのおかげでこのねロングブーツ入ってます。これは GU で買いました。ちゃんとゴムのやつ、ここ内側にあれがあって、それじゃあそろそろハヤシライスを作りたいと思いますので、靴のなんかね、こうこのね、多分これはね、これは最近履いてるサンダルです。てかもうずっと履いてるんですけど、ちゃんとゴムの石つまんでるやつ、まあ、ボロボロなんですけどね、さって履きやすいんで履いてます。もうストライプですね、汚い、ごめんなさいね、そんな感じ。これはさっき出しましたサンダル、夏用。そう、これをね、もう皮もボロボロだし直せないから捨てようと思ってて、その前にちょっと動画を撮りたかったんですね。そのね、チャチャのライブの日、本当に不運が続きましてね、私にとってはね、これ大概急にこんななっちゃったりとか、なんかいろいろね、駅前でもね、車止めようとしたら、ですね、1000円札入らないと。で、300円だったんだけど、駐車料金前払いの。で、なんか、100円足りなくて、近くの、車を置いてっていうか、近くのね、あれまで行ってね、近くのなんだっけ、自販機まで行って崩して、で、駐車場止めたんですけどね、そうそう、でもやっぱりなんかその隣の駐車場は、300円いらない駐車場だから、後払いだったから、結局そっちに止めたんですね。この鈴で、鈴取れちゃったの。この携帯のね、これもそうなんですけど、見えないか。見えない、映らない。鈴取れちゃって、入れてるの。あとなんかね、スマホのアクセサリーのストラップも取れちゃって、これね、バッグに入れてます。なんか、はい、それじゃあですね、これはね、トムとジェリーなんですけど、こっち側見せるとなんか子供っぽいから、でもこっちに携帯入れて、あんまり携帯を、スマホをね、ここ、ポケットとかね、胸のポケットとかね、入れると良くないから、体から離した方がいいです、こうやって。電磁波でね、良くないから、体に良くないから、ポケットとかあんまり入れない方がいいよ。そんなわけで、それでは、また。